喜びの瞬間からまだ興奮も冷めやらぬ中、県庁には祝福の懸垂幕が掲げられています。県庁に愛媛 FC のチームカラーであるオレンジ色の懸垂幕が登場するなど、祝福ムードが高まる中、今日愛媛 FC の村上忠社長と青野大輔ゼネラルマネージャーが中村知事に J3 優勝と J2 昇格を報告しました。選手たちの成長とともに勝ち取った優勝ご報告できて本当に嬉しいです。監督の手腕、そしてその期待に応えた選手にも心から拍手を送らせていただきたい、ありがとうございます。おめでとうございます。そして県庁に掲げられたオレンジ色の懸垂幕を見た村上社長は、あの幕を見て、ああ優勝したんだなというふうに思いました。これはでも本当感謝しか、感謝の念がこう心から湧いてきた一瞬でもあります。ものすごい嬉しかったです。愛媛FCは今シーズン残り3試合を J3 で戦い、来シーズンは3年ぶりに J2 の舞台に立ちます。